there were no signs. It came without warning. To us all. The desperate few struggled to survive. Perhaps we had a chance for peace. But desperation and trust are seldom allies. So began a millennium of conflict. A thousand years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight, lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. I am Apollyon. Bring war.我が名はアポリオン、ブラックストーンのウォーロード。その年、指揮官の一人であるホールデンクロスを裏切り者の討伐に派遣した。そこに一人のウォーデンが立ちふさがった。この者は抜きんでている。すべては仕える主を誤ったことから始まった。ハービス・ドーベニー、壁を守れ。その日、ブラックストーン・リージョンと出会った。それとホールデン・クロスに。出てこい、ドーベニー。こんなことをする必要はない。
敵を壁に近づけるな。カッカ、破壊しろ。破壊しろ。しかし、私はウォーデン。やるべき仕事があった。行かなければ。奴らは東の壁に現れた。敵を追いかけ！来るぞ！戦争において重要な要素の大半は壁だ。門、丘、扉、応援だ。壁を守らねばならない。要塞を守るぞ。行け。
アッシュフェルドで最後の聖域が陥落して以来、千年の時が過ぎた。我らの祖先は飢えて死に物狂いとなった10万の戦士を相手に6年も。アイアンリージョンは複数のリージョンからなる。獅子はリーガルリージョンのシンボルだった。彼らはかつて兄弟だったが、今はブラックストーンに屈した。アッシュフェルドで最後の聖域が陥落して以来、千年の時が過ぎた。我らの祖先は飢えて死に物狂いとなった10万の戦士を相手に6年持ちこたえた。少なくともそう伝えられている。アイアンリージョンではウォーデンの像を扉の前に備え付ける習わしがある。しかし彼らは戦士だ。ウォーデンの制約は一般的な騎士が従える限度をはるかに超えている。投石機はまだ撃てる。私を守れ。あの波状椎が戦いを終わらせた。兵士たちが死ぬ必要はない。お前に機械をやろう。さあ来い。お前と戦えと？何が機械だ。一方的な処刑ではないか。では私の代理と。おい、お前が私の代理だ。ではやろう。拒否すれば虐殺が起こっただろう。
てはウォーデンだったのだろう。やるな。負けられなくドーベニーのためでなく。あとは彼次第だった。ブラックストーンリージョンの騎士が名もなき一介の傭兵に敗れるなどありえんことだ。ひざまずけ。勇猛に戦い誇りを持って尽くせ。ホールデンクロスがお前を見出そう。立て、ブラックストーンリージョンの騎士よ。すべきことは終わった。行くぞ。こうして私はブラックストーンリージョンに加わった。ウォーデンは十分に力を証明した。しかしなすべきことはまだ残っていた。アイアンリージョンの最後の聖域はバイキングに破壊される寸前であり、彼らは救援を求めていた。